ザンキゼロは、スパイクチューンソフトより2018年7月5日に発売されたゲームソフト。プレイステーション4、プレイステーションビータのマルチプラットフォーム。スパイクチューンソフトの新規 IP による RPG。プロデュースの寺沢全徳やディレクションの菅原、高行など、弾丸論破シリーズのスタッフが中心となって制作される。開発担当は、ランカース。 人類最後の生き残りとなった8人のクローン人間たちが死と再生を繰り返しながら文明が崩壊した世界でサバイバル生活を送るという内容。明らごとに主人公が変わる複数主人公性をとっている。キャッチコピーは人類滅亡まで残機8人。西暦2018年。あの夏の夜。たった一晩で世界は終わっていた。廃墟が漂う。 この地球、星で、僕らはまだ、生きている。廃墟が漂流する地球。ビル、住宅、電柱、車、信号機、アスファルト、現代文明は滅び、海を漂う廃墟となっていた。そんな廃墟で目覚めた8人は、クローン人間であった。わずか13日で成長し、寿命を迎える。彼らはたとえ生命活動が停止しても、所定の手順を踏むことにより、 新たな肉体で再生、エクステンドすることができる。8人は世界が破滅した理由と失った記憶を取り戻すためにサバイバル生活を送ることとなる。プレイアブルキャラクターとなる8人のクローン人間。平坂幸香を除く7人には7つの滞在になぞらえた肩書きが添えられている。ありがとうございます。